カ竹平,平氏薩摩平氏薩摩平氏は、中世前期の平安末期から、鎌倉時代頃まで、主に、薩摩半島を支配した官武兵士の一族、平貞時を祖とする。平貞時は、多くの経図では、平忠道の孫とする。バ東初流公用では、平ラ持の子とされる。また一説には、村岡悟郎義文四世の伊佐・平イ貞時であるとも、言われる。 伊作平治貞時が969年のンナの変で連座して越後国に配慮されたと伝わる。皇術の島図相を開墾したと伝わる太宰大元平落元は貞時の孫とも伝わる上限の子が末元。他子孫に領収、宗春、宗行の流れがある。皇術の島図相を開墾したと伝わる平末元の子は 伊佐平治兼助と伝わり、非全国神崎層に土着、神崎氏を称した。兼助のこの神崎兼重は、薩摩国悪年に、伊利子孫は、悪根氏を称した。後述の壁伊佐区系図によると、平定時平治定時が、九州総追捕士の地位を得て、非全国と南九州の領地を得、非全国鹿島に土着したとあり、定時の四大領土の時に、 薩摩国遺作号に土着し、遺作領土を称したとされる。ただし、遺作領土は、金主の弟、吉忠のことも伝わり、実際に、領土が貞時の直系だったかどうかは不明であるが、領土外作の軍事に部任されたのは史実である。平貞時上限危機、金助金主家、吉忠遺作領道、領収はいらそう。早春、宗行き摩国。 諸見軍、畜国国など、次のようにする系図もある、平ら文忠光、伊佐佐田時良元、松室公、ため県、聞き金助、忠道、鎌倉影成、忠頼、官任三年頃の都いの入港に際し藤原北家、藤原高家が率いた九州武士団を呼び、東国から派遣された武士団に、平井多水木、伊佐ため県、 伊佐タ,タダシらなどがいた。伊佐亀県は、タ,キタダシみきの文家の子、または諸子と伝わり、日立平氏、大城氏の一族である。亀県は、非善国史に任命され、公術の富士地に入った。平井多水木は、太宰商人を務めていた。亀県らは、トイの入港撃退の恩賞として、高木軍を貸しされ、伊佐の地を取って伊佐葉屋とした。伊佐葉屋に入った一族は、 比善船越氏を称した。他に、平安時代末期に、陰近神の平金森の弟、平方神が、比善国福手所に土着した平政福田氏を称した。このように反乱や、外交の鎮圧目的、民間もしくは配慮のために鎮税に下校した兵士を、鎮税兵士と称し一門は次の比善伊佐氏、福田氏、壁伊佐氏などに広がった。 ヒゼ国鹿島に土着した鎮税兵士流伊佐氏を、ヒゼ伊佐氏と呼ぶ。ヒゼ伊佐氏は、官務兵士繁盛流大乗士族である、日立国伊佐軍を本願とした滝市の諸家で、伊佐た県を祖とする。月光前の本願地は、日立伊佐氏と同地である。ヒゼ伊佐氏一門においては、ヒゼ国鹿島富士荘の総追補し、伊佐平治県元の子で、富士荘で生まれたのが、 後の根頃でら各番商人と伝わる。歴代鎮税史によると、金本は為剣の孫と伝わる。この時代、薩摩の土豪と被然伊佐氏との間で盛んに婚姻、養子や、養子縁組がなされていた。伊佐平治剣元と共に、伊佐久良堂も伊佐為剣の子孫の一族であるとする説があり、さらに、金本と両道が同一人物ではないかという説や、金本の武功は、 後の時代にため県の武功と混同され、伝わったのではないかという説もある。非善伊佐氏からは他に、平京清を輩出。島津僧を開墾した平末元も同族であり、伊佐領道の子らは、壁一族と言われ、各地を支配し県政を誇った。南北朝時代には、南朝方として、北朝方の島津市等と激しく争ったが、後に敗北し侵入した。 伊作、壁一族。平定時、伊作領土河辺同胞、河辺道綱。種屋里道、同行木石安道。栄田忠長中方、福本忠康。いぶす忠光、奥忠房。知覧中心。薩摩忠直忠友、も、これ枝忠秀。山口忠宗。串木の忠道。あた忠景あたせん清妻。伊作へ、清妻。玄亀朝妻。 別府忠ただき田忠だ,だ、ね、大浦忠光、坂本忠ただみつ、さかもとただし忠、く、たにやまただつ忠たにやまのぶた島かごしまただよし、くめぐんじつま、たやこう、くすみとき幸さねずみ、ゆうきよし、えきよし、しおださぶろうあきかねずみ、 伊作領道を外する。領道は、薩摩国伊作号の地に下校、田中城を構え土着し、伊作勢を冠した。壁は、川辺、川辺とも書き、領道の子孫は、壁一族とも呼ばれた。壁一族の勢力は、南薩摩と薩南島に広く及び、子孫は、各地の地名を名乗った。河辺市、種氏、あた市、別府氏、鹿児島氏、栄氏。 イブスキ氏、チラン氏、サツマ氏、カセダ氏、タニヤマ氏、イサ氏、マス氏などの各氏が発祥した鎌倉時代の資料に口五島と奥七島を合わせて壁中に通っとする記述が見える口五島を大墨諸島、上三島の中の五島、奥七島をトカラ列島に否定する説がある鎌倉時代の朝廷の支配は口五島までであって 奥七島から先は異界であったともされる。皇術の上級の乱以降は、川辺軍や壁十二島の一部は千ヘッツイ氏が支配することになる。大の津の港や、薬島、下郡、奄美大島、機械島,島、徳之島、沖の選ぶ島等の奄美軍島等々が、天見島、資料軍として千ヘッツイ氏に与えられた。なお種ヶ島は、日越着流種ヶ島氏が漁した。 一族のアタ・タダカゲは、アタ軍を大財布に寄進するなど一族内で勢力を伸ばし、ケイ氏の兄である川辺同房を打つ。兄弟であるエイ・長ダナが、ベップ・タダアキや鹿ゴジマ・タダヨシの支援を受け、薩摩国や、大隅国の荘園を奪い、あるいは、国府の支配強化を進めた。その頃中央では、平野清盛の県政が伸長した時期であり、朝廷より、薩摩、大隅、 日向の三国で戦後した角で追悼の戦時を受け、清盛老党、平家邸に攻められ平治年間には、伊王島に流れたと伝わる。ただの所領は、薩摩国府の大倉市に与えられた。あた軍は12世紀当時天然の良好を備え、南九州の交易の中心であった。日相貿易や、それに伴う駒貿易、南東交易の最重要拠点であり、また同貿易が、 朝廷の統制を受けない死亡役であった。河辺、あた一族も公益利権で勢力伸長しており、太宰府を含む公益利権をめぐる平氏政権との衝突が背景にあった。源のためともが忠陰の女性だったとする説がある。このように南薩摩は平安末期から鎌倉時代にかけて壁一族が支配していたが上級の乱で 壁久道が軍事を開役されて以降を衰え始め、特捜敵官の戦ツイ氏にとって変わられた。さらに源の頼朝により大隅国、薩摩国の死後に任じられた、これ宗忠久の子孫の殺根、ね、忠宗が、公安の役で武功を挙げこの地に下校、忠久の第二、南北朝時代に入り、南朝方についた薩摩、大隅国人らは、 忠久と激しく争うが破れ侵入することになる。ありがとうございます。